この鳴き声聞こえますかね、この鳴き声。これ久米島と奄美群島にしか生息しない大島ゼミっていうセミの声らしいんですよ。さっき島の人に聞きました。で、ツクツクボウシの仲間だそうです。確かにちょっとツクツクボウシっぽい鳴き声してますね。似てます。ヤドカリもですね、結構見えるんですよ。お、カタツムリの殻をかぶったヤドカリさん、カタツムリの殻をかぶったヤドカリさん、ちょっと触りきらんな、これは。カタツムリだから。いいのがいるじゃん。ほら。いいのいました。ピントが合わんの。あ、見てください、これ。ヤドカリさんです。何ヤドカリかちょっとわからん。ただ、綺麗にね、綺麗にあ、だだ、いたたた綺麗にこう、うまくこうね、こんなパズルのようにね、こう、固まるんですよ。なんかビーストウォーズっぽいですね。トランスフォームしたらこれが出てくると。これでも殻からね、はみ出てるか、これ、そろそろ、モデルチェンジしちゃいなよ。マイナーチェンジ。ありがとうございました。何ですか、これは。大海原が広がっておりますよ。どうください。実はですね、ビオトープの内側に入っていってるんですけど、今回はビオトープの外側もちょっと見に来ました。で、今干潮ですね。もうあそこでこの境界線ができてるんですけど、この内側、境界線とかリーフになってて、内側はもう遠浅で、今すごくね、あそこ後ろ立ってるんですよ。すごい、もうここから多分後ろは離れてると思うんですけど、人はいますね。この島結構でかいです。俺が来た瞬間に引きこもりになるとは何事よ。これ全部ね、全部ヤドカリですよ、これ。ここね、隠れてるふりしてね、実は見てますから。隠れてるふりして実は見てるんですよ。結構ね、音にも反応してますね。声発することにビクビク動いてます。ほら。すっごいヤドカリ。すっごいヤドカリいっぱいいる。無限によるわ、ここ。見てください、この髪を。綺麗ですね、これ。生きてるかと思って近づいたら、これ
抜け殻かなと見せかけて、これ抜け殻じゃないんですね。これこのまま一生終えてるんですよ。ここでこのカニが、このカニがこの、この岩の上で、一生を終えたんですね。だから脱皮した跡がなくて、もう中 の肉が全部綺麗に、もう中の肉だけ食べられて殻だけ残されてます。なかなかお目にかからんね、こういう状態で。昔にセミが木に停滞した状態で一生を終えてるところを見たんですけど、カニで見たのは初めてです。ちゃんと寿命を全うしたんでしょうね。エビ鮮の味ですよ、これ完全に。カニのね、カニがしっかり一生終えて、中の肉も抜けて、いわば泣き殻。普段はね、生きてるものを取って、ね、その場で、締めてから食べてますけど。これ多分カルシウムたっぷり。塩分補給も万全。ここね、2週間プロテインとか BCA とか全く取ってないんですよ。もうほとんど最近ね、水とタンパク質はほとんどもう水じゃない、魚類がほとんどですね、タンパク質最近取ってるのは。そんなにもうパフォーマンスはそんなに変わらないです。ただその推奨のタンパク質の摂取量からすると、多分かなり摂取してる量は少ないと思うんですけど、だからこう体もなんていうか、すごい筋肉、筋骨隆々な体にはやっぱなかなかならないっていうのもあるんですけど、扱える重量は結構、重量は今のところ順調に伸びてるんで、やっぱりそのなんていうか、モチベーションの問題というか、やっぱ体、脳をいかにスパークさせるかで、やっぱその体のこのパフォーマンスも変わってくるんじゃないかなっていう感覚を最近は感じてます。ココナッツの実が落ちてたよ。ココナッツの実が、いただきます。うまい、うまい。なんだろう、この自然の清涼飲料水は。生き返った。ね、この上の方にね、人工のジムがある。この下の方にね、この鹿の下の方がこの自然のジム。もう上のジムでね、散々やって、下のジムで先にやってから上のジム行った方がね、トレーニングの効率はいいかもしれん。ただ、汚れるから、先に室内で鍛えてから、外で鍛えた方が効率はいい。着替えなくていいから。はい。まだあそこにもね、島があるんですよ。わけなんか島かどうかよわからん島みたいな。ああいうところもまたちょっと行ってみたいと思います、これから。ちょっと今回これで終わります。失礼いたします。